県が先週公表した新たな津波の浸水想定について、昨夜岩沼市で県内初となる住民説明会が開かれました。住民からは避難についての懸念の声なども聞かれました。昨夜岩沼市で開かれた住民説明会。その中に防災集団移転先の玉浦西地区で町づくり協議会の会長を務める森弘さんの姿がありました。森さんは津波で自宅が全壊、玉浦西地区への移転後は交流イベントなど町づくりに尽力してきました。今回県の新たな想定で玉浦西地区が1メートルから3メートル浸水すると聞きショックを受けました。10年11年になってやっと落ち着いてきて住む慣れてきたと思うのにまだそんなこと出してきて、まあ、何がちょっと複雑な感じだったですね。また森さんは新たな想定のような津波が来た時には沿岸から内陸に続く避難道路が大渋滞するのではないかと懸念しています。この間3月にも地震あった時もほらこの県道がダーッと並んだもんでね、渋滞したもんで、あれを追い越すってどうしようもできないね、私らは正直って。そして迎えた住民説明会。県の担当者が岩沼市では最悪の条件が重なった場合、最大で 11.2 メートルの高さの津波が襲来することや、震災では津波が到達しなかった岩沼市役所も浸水域に入ることなどを説明しました。質疑に移ると住民からは、森さんと同様に避難道路の渋滞を懸念する声も出ました。毎回の地震の中で駅の方に向かう道路はもう非常に混んでとにかく怖いと、やっぱり避難できる道路をまずは速やかに、作っていただいて渋滞のシミュレーションをかけようとしておりますし、全体として考えていこうというふうに、進めていこうと。市はハード面の整備は限界があるとして避難ルートや避難場所の確認をしてほしいと訴えました。説明会を終え、森さんは防災への思いを新たにしていました。防災っていうのは常にね、頭に入れていかなくちゃいいのかなと思ってね、私自身も、まあね、考え直すっていうかね、これからの町内会のことについても、ね、そういうことも頭に入れて、やっぱりやっていかなくちゃいいのかなっていう思いはしましたね。